この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いいや、私は行かない。そっちは怖い。地上行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。たく傷つくよ。一体いつからあんたは。兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの。捕まえた二体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あのに、さあね。でも一ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの。今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから。とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい。これ以上聞いてられない。シモ、もう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。失敗だ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。行こう。僕たちの任務は兄を捕獲することだ。僕たちにはもう後がない。これが最後の機会だ。ここで必ず奴を捕らえよう。なぜここに巨人がいるのだ。巨人がこんな内地に。ありえませんわ。Thank you.
型のやつ、高速を振りほどきやがった。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。罠を使えば攻撃のチャンスが生まれるはずだよ。そこを狙ってやつを疲弊させるんだ。絶対にここから外へは行かせん。あまり兄の体力を奪えなかった。注意して戦おう。兄、お前はいつも周りがバカに見えて仕方ないって顔してたな。いつもつまんなそうにしてた。そんなお前が生き生きしてる時がある。
その格闘術を披露する時だ。そんなものに意味はないと言ってたけど、俺にはお前がそう思っているようには見えなかった。お前は嘘をつくのが下手なやつだと俺はそう思っていた。なあ兄、お前何のために戦ってんだ。どんな大義があって人を殺せた。仕留める。あまり兄の体力を奪えなかった。注意して戦おう。兄、お前はいつも周りがバカに見えて仕方ないって顔してたな。いつもつまんなそうにしてた。そんなお前が生き生きしてる時がある。その格闘術を披露する時だ。仕留める。あまり兄の体力を奪えなかった。注意して戦おう。兄、お前はいつも周りがバカに見えて仕方ないって顔してたな。いつもつまんなそうにしてた。そんなお前が生き生きしてる時がある。その格闘術を披露する時だ。そんなものに意味はないと言ってたけど、俺にはお前がそう思っているようには見えなかった。お前は嘘をつくのが下手なやつだと俺はそう思っていた。なあ兄、お前何のために戦ってんだ。どんな大義があって人を殺せた。Yeah.
ここで仕留める。あまり兄の体力を奪えなかった。注意して戦おう。兄、お前はいつも周りがバカに見えて仕方ないって顔してたな。いつもつまんなそうにしてた。そんなお前が生き生きしてる時がある。その格闘術を披露する時だ。そんなものに意味はないと言ってたけど、俺にはお前がそう思っているようには見えなかった。お前は嘘をつくのが下手なやつだと俺はそう思っていた。なあ兄、お前何のために戦ってんだ。どんな大義があって人を殺せた。これを縛って地下に運ぶ。あそこだけにいたの。もしそうじゃなきゃ壁の中すべてに巨人が。あなたはニック司祭。
あの巨人に日光を当てるな！本格的な修復作業は日没後に行うとして、この巨人は何ですか？なぜ壁の中に巨人がいるんですか？そして私は忙しい。貴様らのせいで教会も信者もめちゃくちゃにされたんだ。後で被害額を請求する。ふざけるな。何の真似だ。お前らは我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか？巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。そのためなら命だって惜しくなかった。剣を下ろせ。私を殺して学ぶがいい。我々は必ず使命を全うする。分かった。死んでもらおう。くみさま。嘘嘘冗談。ねえニック司祭、壁って全部いつの間にか忘れてたよ。こんなの